アメリカンウォータースパニエルアメリカンウォータースパニエルとは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州原産のスパニエル犬種である。老いたちに関しては判明できていない点が多いが、1860年代には独自の犬種として存在していたことが判明している。作質に使われた犬種は、イングリッシュウォータースパニエル、アイリッシュウォータースパニエル、フィールドスパニエル、 ウェイビーコーテッドレトリーバー、スタンダードプードルなどであると言われている。カモをレトリーブするアメリカンウォータースパニュエル水上での回収作業を主に長料犬などとして使われている。主人とペアになってうずら、肘、大鳥ノウサギなどの匂いを追跡し、発見すると主人に知らせる。その後は指示に従ってフラッシングを行って茂みなどから飛び立たせ。 出てきた獲物は主人が猟銃で仕留める。仕留められた獲物は本種が回収して運び、調量は完了する。そのような地上での調量のほか、水上で回収作業を行うこともできる。これも主人とペアになって行う。カヌーやボートに乗り込んで主人が上空の鳥を撃ち落とし、落ちてきた鳥を本種が泳いで回収する。1920年代以降は、 他の長寮犬種の人気に押され、頭数は大幅に減少した。この影響により現在もその頭数は非常に少ないが、1920年にユナイテッドケネルクラブに公認され、1937年に剣士クラブができて保護が強化されたことにより絶滅の危機にはあまりさらされなかった。1940年にはアメリカンケネルクラブにも公認登録され、後に 国際的な畜犬団体である、フシーにも公認登録された。しかし、現在もアメリカ合衆国以外ではほとんど飼育されていない希少種で、まず他の国では見ることができない。治料犬として飼育されるのがメインだが、性格が良いため、ペットとしても飼育が行われている。愛嬌のある顔つきをしていて、上唇は獲物を傷つけないようにしっかりと加える。 ため、少し長めでたるみがある。マズルの長さは普通で、先はマリー。どうも少し長めであるが、足の長さが普通であるためあまり目立たない。引き締まった体つきをしていて、足もスラリとしている。耳は大きめの垂れ耳、尾は垂れ尾。耳と尾には飾り毛がある。コートは、プードルのようにカールした、ショートコートだが、二重構造になっていて、寒さや、 冷たい水に強い。コートは油を少し多めに含むため、水の弾きも早い。毛色は、ブラウン、レバー、ブラックなど。体高36から46センチメートル、体重11から20キログラムの中型犬で、性格は知的で穏やか、従順で、有効的である。しつけの飲み込みや、状況判断力はよく、ペットとして飼育するのに向いた犬種である。 ウォータースパニエル犬種の一つであるため、泳ぐことが大好きで非常に得意としている。潜水もでき、ペットとして飼っている場合もたまに水遊びをさせてあげることが必要となる。運動量は普通である。ありがとうございます。